雪みぞれかき乱れあるる日、いかに宮のありさまかすかに眺めたまおらんと思いやり聞こえたまいて、御使い立てまつれたまえり、ただいまの空をいかにごらんずらん、振り乱れ暇なき空に泣き人の雨かけるらんやずぞ悲しき、振り乱れ暇なき空に泣き人の雨かけるらんやずぞ悲しき、空色の髪くむらわしきにかいたまえり、若き人の多めに止まるばかりと心して繕いたまえる糸、目も鮮やかなし、目もあやかなり、宮は糸を聞こえにくくしたまえど、これ彼人づてには糸瓶なきことと、せめ聞こえれば鈍色の髪の糸香ばしき縁なるに、墨付きなど紛らわして、消えがてに降るぞ悲しき、かき暮らし我が身それとは、それとも思ほえぬように、消えがてに降るぞ悲しき、かき暮らし我が身それとも思ほえぬように、つつましげなる書きざま糸大どかに、おんて優れてはあらねど、ろうたげにあてはかなる筋に見よ、下りたまいしほどよりなおあらずおぼしたりしを、今は心にかけてともかくも聞こえよりぬべきぞ歌詞とおぼすには、例の引き返しいか愛おしくこそ、こ見やすどころの糸後ろめたげに心置きたまいしを、断りなれど世の中の人もさように思いよりぬべきことなるを、引きたがえ心清くて扱い聞こえん、上の今少し物おぼし知る弱いにならせたまいなば、打ち積みせさせたてまつりて、創造式に貸し付き草にこそとおぼしなる。雪やみぞれがかき乱れて降り荒れる日に、こんな日はどれほど宮がこの様子を心細く眺めていらっしゃるだろうと思いやりなされて、御使いを差し上げられた。このただいまの空をどんなにご覧になっていらっしゃるでしょうか。そして歌があった。振り乱れ暇なき空に泣き人の雨がける乱やずぞ悲しき、雪やみぞれがひっきりなしに乱れ降ってくるその空に、亡き人の魂は今雨がけているだろうよ、その宿こそ悲しいことだ、その宿が悲しいことだ、亡き人の魂の行方を思いながら、残されたものの上の寂しさ、若い宮の心寂しさを思いやっている歌ですね。空色の髪の曇らわしきに、まあ、喪中の手紙にふさわしい空色の、そして艶消しになっている紙にお書きになっていらっしゃる。
若い人、もちろんこの場合全西宮、ね、若い全西宮のお目にとどまるのにふさわしいようにと心を配って整えていらっしゃる。そのお手紙は見る目もまぶしいほどである。素晴らしい出来栄えで意と目もあやなり、それを拝見する目も何とも言えぬ素晴らしさだ。宮は糸を聞こえにくくしたまえど、それに対する宮のお返事、大変申し上げにくくお思いになったけれども、それは源氏のこういう文が届いたら返事を書くのはためらうわけですよね。でもそばにいる者たち、あれこれ人づてには意図敏なきこと、このお返事を人づてでなさいますのは大変ぶしつけなことでございますよと周りから催促申したからして、それで鈍色の髪、やはりそれにふさわしい鈍色の髪、それに香ばしき縁なるに、香ばしく香を焚きしめて風情のあるのに、墨付きなどを紛らわして、墨付きの濃淡の具合なんかを書き紛らわしてうまく配慮して、で消えがてに降るぞ悲しき書き暮らし岩神、それとも思えぬように、いかにもこんなことに慣れていない若い人らしい、しかし思いはちゃんと通っているわけですね。ただ技巧的にかえって、まあその我々現代の我々から見ると こういうの方がスーッと分かりやすくって、叙情だけがスーッと通ってきていいという感じがするわけですけれども、こういうのもなかなかやっぱり作者の配慮がなされているわけですね。源氏の振り乱れ暇なき空に泣き人の雨かける乱宿ぞ悲しき、非常に心のよく届いた亡くなった人への思い、これも十分に歌っている。そして、雨かける乱宿ぞ悲しきというふうにして、若い残された宮の方に思いを最後のところで届かせている。それに対して消えがてに降るぞ悲しき書き暮らし我が身、それとも思えぬように、思いはそれでちゃんと歌われています。ただ小さな技巧なんか全然ない、まあ、単純ですよね。あるいは当時の歌の作り手としては、まあ、未熟という段階だと言ってもいいわけです。でも一生懸命作ってる。そしてつつましげなる書きざま、
えらくこう書くのに技巧を凝らしたりなんかしていない、非常につつましげなる書きようで、しかし大層おおらかで、で音程優れてはあらねど、字が上手だというのではないけれども、ろうたげにあてやかなる筋に見ゆ、かわいらしい感じで上品な手筋だとご覧になる、上品な手筋だと見える。下り玉石ほどよりなおあらずおぼしたりしよう。細工が細工として伊勢へ下校していかれたその頃からなおあらずとおぼしたりしよう。このままでは済まされないとお思いになっていたが、今は、まあ、状況がすっかり変わったわけですが、今は心にかけて、ともかくも聞こえよりぬべきぞ歌詞とおぼすには、母の見やすんどころがなくなってしまったわけだから、そして自分がその親代わりのような後見役の立場にあるわけですから、その今は自分の心にかけて、とにもかくにもどんなにもと聞こえよりぬべき言葉をかけて心を寄せることのできる状況であるよとお思いになるにつけて、一方では例の引き返し愛おしくこそ、こう見やすところの糸を後ろめたげに心をきたまいしよう、あのように繰り返し愛おしくこそ、おいたわしいほどにおっしゃった。亡くなられた見やすんどころが大層後のことが気がかりな様子で心を残しておゆきになったものを、そういうことは当然のことだけれども、このことの成り行きとして当然だけれども、世間の人もさように思い寄りるべきことなるを、とかく世の中の人もそんなふうに推測するはずのことだから、だからそれとかけ違った形で引きたがえ、心清くて扱い聞こえん、すがすがしい心でこの人をこれからお世話していこう、そして上の今少しおぼし知る弱いにならせたまいなば、今のこの冷泉院ですね、帝、今の帝11歳であるわけですが、もう少し物事、まあ、そういう世間のこと、それから男女のことなどをお思い知りなさる年齢におなりになったならば、打ち積みせさせたて祭りて、その代理にお住まわせ申し上げて、
創造式に、創造式は寂しいということですね。これはなかなか源氏の思いの中あれですね。その亡くなった宮住所も寂しい人であったし、後に残されたこの宮も寂しいわけだし、光源氏の心も寂しいんですけども、もうちょっと違ったことをおそらく源氏はここで考えているんでしょうね。自分には子供が少なくって、そういう面にかけては物寂しいことであるが、かしずき草にこそ我がかしずき草として、かしずくっていうのは大事にかけてお育てする、そのかしずき草としてお世話しようそしてやがてこんなふうに帝のおそばに仕えるようにして、お妃の一人にと思ってるわけですね。だから自分の娘分としてお妃の一人に、すでに唐の中将の娘がおそばに上がっているわけです。そうするとそういうことが、それから後の政治的な勢力に非常に大きな要素になってくるわけです。だから明石の君の娘もお妃にとこう源氏は胸の中で思っているわけですね。それからまあ現にその実は自分の子供である藤坪との間の巫女がこうして帝になっているわけですけれども、だから唐の中将なんかは非常に子供がたくさんいる、男の子も女の子もたくさんいる、ところが自分はたった3人、夕霧とそれからそんなふうにたった3人なんですね。ですから誠に寂しい状態、想像しき状態にあるわけですが、少しでもそういう想像しさ、物寂しさ、子供の数の少ない物寂しさを補っていこうという思いがあるわけで、そういうことも考えているわけですね。だから光源氏がここら辺でやっぱり一つスケールが大きくなっている、そういうことばかりをこうなんか取り出して考えると、なんか牽制欲をもっぱら考えているような感じがするわけですけれども、そうではなくって、やっぱりこれだけの地位になって、そして、いろんな政治的なことを動かしていかなければならないということになれば、当然そういうことも考えてこなければならないし、そういうところが随分こういろいろ出てくるわけですね。そして今までの宮住所に対する思い、若い頃の思いというふうなものとは違った光源氏がここにいるということですね。それからまあもう一つ、まあここで私が伊勢の西宮の本当は生活のようなものがもう少し源氏物語の中で出てくるとありがたかったな、面白かったなと思うんですけれども、もう伊勢へ行ってそれっきりになってしまってまた帰ってくるという、だから伊勢でどんなふうな伊勢の西宮寮の生活というものがどういうふうなものであったか、あるいはそばにどの程度の女官や女房たちがいたのか、それはまあ鴨の西院なんかの、あれは他の源氏物語の中でももうちょっと分かっているし、それから他のものでも分かっている部分があるわけだし、それから和歌の中ではいろんな西宮
あの祭員たちの歌が残っているし、祭偶の歌も残っているわけですから、それで推測すればいいわけですけれども、私はあの伊勢物語というものが、ああいう形を持ってくる一つの要素として、原因として、伊勢の祭偶寮での文学、これはあの中宮に仕えている人たち、あるいは皇后に仕えている人たち、あるいはさらに都では、鴨の祭員として仕えている王女、そういう人を中心にして、女房たちがやっぱりあの競い合うわけですね。そして、女房サロンというふうなものを作って、そして歌物語というふうなものがそこからこう生み出されていく、まあ、今の言い方だと発信せられていく面もあるわけ、あるいは中でこう非常に細やかに充実していっているものがあるわけですね。そうすると伊勢はあれだけまあ都から離れているわけだけれども、それだけにまた あそこへ西宮についてきた人たちというのはあるこう凝縮力を持っていただろうと思う。そうすると西宮の中で醸し出されていく文学的な雰囲気、あるいはそこで、折々につけて、読まれていく和歌、それから物語、そしてそれは伊勢の風土色、地方色、そしてあの伊勢のあの神様、宮廷の最高の天照大神、あるいは豊受の神の信仰を核にした文学というものがあるわけですが、伊勢物語を見るとそれがあのかなりこう断片的にあるし、それからあの伊勢の西宮のところへ、やってくる成平なる男、成平がモデルになっている男との西宮とのあの一夜のなんともあの濃密な思いのする恋の歌のやり取りと物語があるわけですね。そしてその周辺にあの伊勢のやはりあの関連した物語が短編的に、極めて短編的にですけれどもいくつかある。あれなんかを見るとどうしても伊勢の西宮寮の中でこう醸し出されてきた物語的な文学的な雰囲気ってものが、一つ核になっているということが言えるわけですね。そしてあれを伊勢物語といったその理由もそういうところにあるだろうということが前から言われているわけですけども、あの、59段ですかね、あの西宮と狩りの使いにやってきた成平なる男との恋の話を中心にして、そしてまたあの話が伊勢物語の中で、最初の段にあったウイコブリをして奈良の今日春日の里に行くという話が普通は第一段にあるわけですけれども、古式部の内地本系統の本ではあの話が一番トップにあったという、そういうふうあのそれはまああの伝本としてその本は伝わっておりませんけれども、傍証として第一段、古式部の内地本系統は第一段がこの話であったという傍証はあるわけですけれども、そんなことを考えると、伊勢の西宮寮の雰囲気、文学的な雰囲気っていうのがなんかもう少し知りたい。考古学的な発掘はかなり前から少しずつ、まあ、丹念に行われて、そしてあの西宮記念館なんかも経ったわけですけれども、本当のところ私はこうなんかもっと分かってきてもいいのに、考古学的な発掘はこれはあの形があるから、割合に具体的に出てくるのですけれども、心の伝承あるいは、文学的な雰囲気いうふうなものはなかなかこう望ましいほどには分かってこないということがあるわけですね。まあ、伊勢のとにかく西宮がこうして、六条の御息所の娘という女性がそれに当たっている、
そして六条の御息所っていうのはああいう特別の、魂の働きを持っていた人で、生きている間にもさらに亡くなってから後にも光源氏の心の中では大きな、一つのやっぱり、響き合いを持ち続けていく人なんですね。そんなことで、これからちらちらとまたこの全細部もちろん出てきますけれども、御息所はここで命を終わったわけですが、付け加えてそんなことを申しておきます。今日はこれで終わりましょう。